フルコースですか。はい。最初は何ですか。だから、最初サラダと、うん、手作りこんにゃく、うん、生こんにゃくの前菜。それと、はい、だからこれが前菜。次は。次スープ。ん？スープ。ポルチーニ。ポルチーニスープ。力入ってますね。あれ美味しいですよ。ちょっと見て。いやまだちょっとこう。まだ作ってない？いや作ったらもうこれ寄せればいいんだけどね。どれ？いやこれがポルチーニです。こんなよ立派なのが入ってる。それキノコ？キノコ。ポルチーニだけったらもう有名な匂いがいい匂いするでしょ。ポーン、わかんないか。そういう匂いです。どこの料理？フランス？ポルチーニだけは世界的にありますよ。なるほど。あとこれが手作りイノシシのソーセージ。あ、破れちゃったな。これをちょっと焼いて、うん、もう下ゆで。あの付け合わせね。うん、じゃあこれはブフブルギニオンのカンパーニュ。カンパーニュって。杉山たか。まあ、たかたかちゃんもういつもこうなんだ。あのこんなドロドロ。これ。ん、イノシシ？違う、これは牛。これは牛のあの牛、うん、スネとテール、うん、テール高級の食材ですよ。ちょっとこれ越さなきゃいけない。イノシシのソーセージでございます。はい。トロだな、大変ですよ。これだけ外したの、もう汚くなっちゃうから。ほら、あるとな。だから、皆さん。今日は珍しく小山で、2022年の新年会を小山で平らかに始めます。去年はいろいろ国立の方ご苦労様でした。おかげさまで、無事に仕事が収まりまして、まあ大体何事もなく、何事もあるところ何事もなく穏やかに収まってきたんで、すごく良かったなと、ありがたかったなと思っています。本当にありがとうございました。今年多分
5月の連休明けからまたいよいよ取り付けになって9月ぐらいまでの間に、壁画取り付けることになると思います。その間に、まあ、あのもう一度傷の部分とかいろんなものが直しが出るんじゃないかと思いますが、それで全体には終了ということになると思います。まあ、いずれにしろあの取り付け前のいろんな面倒なことをいっぱいやってもらいまして、あの無事にみんなでこれができたことをあの感謝しています。じゃあ乾杯しましょうか。じゃあみんな、それから中林さんありがとうございました。今日はジビエを一言なんかあるの？今日の料理は東屋にようこそ皆さんおいでくださいました。今日はささやかですが私の手作りの料理、まずメインかじゃなくて前菜か、前菜野菜とあと手作りのこんにゃく、こんにゃく芋から作ったこんにゃく、刺身こんにゃくです。それでポルチーニ、次はポルチーニスープ、おーそしてメインがブフブルギニョンカンパーニュっていうね見えてないやん牛テールと牛テール、あと、スネかな、スネのワイン煮込み、うわにテールスにうまい、あのイノシシのソーセージがつきます。おしゃれだね。すごい、ありがとうございます。じゃあ乾杯しましょうか。はい、はい、乾杯しようよ。まず乾杯から。じゃあ、 あのコロナに負けずに、年にも負けずに今年も頑張りましょう。そっか、この人たち入ってないんだよね。汚い。僕も。薄汚い。僕も汚い。でも今日は二人とも一丸と。どこで？どこか、どこがどこだか分かんないんだよ。食べたいとか分かんないんだよ。それで、この電池がなくなっちゃって、充電が。暑いね。それで、ここに、あの、あれもできないんだよさ。アドレスできなくて。で、どうしたの？コンビニで、頼んで10分うまいこと言ったつもりだなちょっとだあの坂登れなくて三上さん何をしたんですか？すごいネズミですよ。だから一つ下のそうそう